皆さんこんにちは。最近 SAOIF の公式アカウントの偽アカウントが流行っててっていうか、なんか現れてっていうか、最近じゃなくてもちょっと前もねあったんですよ。テイルズコラボだっけ、なんだっけ、なんかねすごい話題性があるっていうか、大きな出来事の後にね偽アカウントが来るんですよ。多分100層実装っていうのがかなりパワーワードで宣伝になったのかなって思いますね。カリバー争いとかもまたね一部でねやってるところがあるらしくて、やってるところがあるって言い方なんだろうなんかねそういうなんだろう、ユーザーがいっぱい増えるような出来事、なんか映画とか100層実装とか、まあそういうユーザーいっぱい来るような時にカリバー争いとかもね結構出るんですけど、まあ、最近はもうやっぱ100層まで来れたっていうのがすごいから、それはいいことなんだけど、これね今画像表示してるのこれ偽アカウントなんですけど、このアットマーク SOIF ゲームインフォって書いてあるんですよ、公式アカウント。インフォーってこれ O が2つ伸びてるんですよ。で公式アカウント、ここだっけ、なんか青いマーク、公式のマークがあるんですけど、これなくて、でフォロワーがこれ11人ぐらいだっけ、なんかくっそ少ないんですよ。でこれ2022年10月からツイッターを利用していますってさ、どんだけ最近から始まったのって。いやリリース直後じゃないんだからさ、今10月の終わり頃でしょ。もうさ、これアカウント始めてさ、ゲーム作りたてじゃないんだから、どんだけこれ最近なんだよって話で、まあ、これね、プロフィールは多分丸パク、コピペかな、そのまま貼ったのかな。まあ、こういう偽アカウントが現れたんですけど、これね、ツイートしたんですよ、俺も。ちょっと、この、このインフォーが面白くて、ちょっとつ、思わずちょっとツイートしちゃったんですけど、O がね、一つ多いのが特徴です。で、このね、コンさんにね、許可もらって、このツイートをね、YouTube で見せていいっていうことなのであ、だったー、そもそもさーにリツイートしてないのに当たったー、騙されるか、ボケがボケがねー、なんかこういうダイレクトメールが送られてくるらしいんですよ。これねちょっと見ていこうかと思うんですけど、このね詐欺リンク踏むとね、このサイツ google.com みたいなわけわかんないさ、何これ、ハラマンムカ変な URL に飛ぶんですよ、これわけわかんねえでおめでとうってめっちゃ祝福してくれるんですよでこういうさ当選の時にこのおめでとうとかさ多分出ないと思うんですよ。でねこれめっちゃピッカピカする矢印とか出てきてめっちゃ必死じゃんってこれ。でこれね当選しましたとか言ってリツイートしてないくせになんか当選されましたみたいなのが来るらしいんですよ。でこれ多分公式の画像なのかな、このサーニャのねフォローリツイートキャンペーンのやつ、これなんか引っ張ってきたのか。でこれさ、これ怖いよね、こうクレジットカード情報とかそんな入れる必要ないんですよ。もうこの時点でやべえなって。これ何、このゲーム音楽本&映画、何それ、意味わかんねえよ。当選しただけでそんなんさ入れないって情報、今すぐ無料で登録ピカピカこれさ、ここさ、何このさ警告、この登録は無料です、覚えて覚えてこのイベントは 100% 無料ですちょっとね日本語おかしいですよね。よくあるやつなんですけど、日本語おかしいみたいな警告覚えてこれねやばい、これ本当に名前、郵便番号、クレジットカードを入力し個人データを確認しますとか超やばいこと言ってるんで、こういうのね本当怖いんで。でこれちょっと下行くと、なんだこの外国人って何この人マジで。
でさ、これさ、トキって書いてあるけど、あの、SAOIF やってる人で、トキさんっていう人がいるんだけど、あの、マジトキさんに、あの、風評被害だと、マジ風評被害なので、マジやめてもらっていいですか、これ。でね、なんか、いかにも、なんか公式っぽい、このクレジットカード情報みたいなのすげえ載せてて、めっちゃ怖いんですけど、ここね、無制限のコンテンツ、何千ものゲーム、音楽、本、映画のタイトルにアクセスするって書いてあるんですけど、もはや SAOIF ですらないです、これ。もうもはやなんか違うコンテンツになってるんですよ。今すぐ登録して開始、ゲーム、音楽、本、映画への無料アクセス、素早く簡単に登録。素早く簡単にしようか。いやー、これね、面白いですね。で、あのね、ここね、当選者は個人情報の取り扱いと商品の配送を容易にするために現在のキャンペーンパートナーのウェブサイトにメンバーとして登録する必要がありますって書いてあるんですけど、どんだけ登録させんねんって何回登録させようとしてんのこの人みたいな。で、もうちょっと下行くと、で、これ消費者の苦情についてお問い合わせくださいってあるんですよ。もうあの苦情来ること前提なんですよ。まあこれね、この個人情報は第三者に提供することはありませんとか書いてあるんですけど、もう全く信用できません、本当に。もうなんか安全かつ適切に管理いたしますとか、この使用後破棄しますとか、マジ全部嘘っぱちだと思うんで。まあ、とにかくね、こういう感じで、ツイッターにダイレクトメールで、なんか当選しました、みたいな感じで、なんかアカウント登録は、以下の URL より、みたいな感じで送られてきたら、あの、ちゃんと、そのアカウントの、アットマーク表示ですね、ここが、違かったら、公式じゃないんで、で、公式はちゃんとここをね、公式マークがあるのをね、確認してみてください。ちゃんとね、見ればわかると思うんで、みんな気をつけてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。